半年前に引っ越してきたこの地には、これまで生きてきて一度も聞いたことのないお月見泥棒という風習があった。十五夜の夕方から、玄関先にお菓子を入れた箱や、カゴを置いておくと、子供たちが、それをもらいに来るってもの。全国的に、地域的には残ってる風習らしいから、詳しいことはググってください。半月ぐらい前に回覧板が回ってきて、それがあることを知ったんだけど、有志の方は、ご協力くださいみたいな書き方だったから、そんな子供が大勢もらいに来るのなら、1000円や2000円どころの出費じゃないだろうし、そんなお金使えないわ。と思ってパスした。当日、そんなことすっかり忘れてパートから帰ってきたら、近所を子供たちのいくつかのグループが走り回ってて、手に持った袋にいっぱいお菓子入れてたから思い出した。気になって、家の近くをぐるっと回ってみたら、どこのお宅も玄関先にお菓子を置いてて、安い駄菓子ばかりだけど置いてないのはうちだけだった。偏屈じじいの一人暮らしだと思ってた家にも、段ボールに雑に入れたお菓子が置いてあった。今から買いに行く時間もないし、まあいいやと思ってたら、息子が袋にいっぱいお菓子持って帰ってきて、なんだかな？まるで、もらうだけもらって、あげる方は、やらないドキュン一家みたいに思われそうじゃん。息子には、来年はこんな風習に乗るな、もらってくるなと厳しく言っておいたけど、嫌な地区に引っ越しちゃったな。です。そういう風習いいと思うけどな。子供の頃、うちの地元にもあって楽しみだった。今もやってるところがあるって、なんか懐かしくて嬉しい。余計な出費かもしれないけど、無駄な出費ではないと思うんだけどな。投稿者。そうなんだろうけどさ、パートで働いてると何時間ただ働きになっちゃうのよって思っちゃうわら。です。いやわかるよ。私もパートやってるから気持ちはわかるわら。でも、息子さんにとっては宝物のような思い出になると思うんだ。そう考えると、安いもんだって風に思えないかなって思って。投稿者。ああ、なるほど。そういう風に思えばよかったんだ。なんか気持ちが楽になったわ。このところ、パート先のことや、勤めのことで、いろいろ嫌なこと続いてイライラしてたから、まあ言い訳になっちゃうけどね。反省。息子が帰ってきたら謝ろう。来年は、うちも、無理のない範囲で用意することにするわ。ありがとうね。